今平修吾プロです、よろしくお願いします。いやめっちゃ分厚い音したね今。いい感じ。リズムだけよく考えてればちゃんと当たると思います。まさかの。あドキドキする。アイアン7番。一瞬です。やばい、ね、これね100点。これ後ろから見た方がいいよ。何ですか100点、ね、何言ってもワンピー内なんだね。いやマジすごい。後ろから見たら本当もなんだろう、すごいよ。父と一緒にボールが、うん、ピューボールのバンって出るとか音が、うん、すごいよね。頑張ろうね、純ちゃん。緑だから緑だから、だいぶ前まで来た。うん、これ近いよ、アイアンで打てるよ、多分ね。132、ちょっと後ろから軽く8番で。あー、全然違うじゃん。あー、うん、テボショットでした。よろしくお願いします。めっちゃいい。入れ。あ、でかい。待って。ちょっと大きかったわやっぱ。ちゃんちゃん。そう、7番でもいいんじゃないかしら。嘘。いや私は多分大丈夫だと思うよ。ちゃんと打てない。私もね6番アイアン。あ、何？サンクみたいな。大丈夫。調子いいですね。調子いいですね。調子いい。ライン出し的な感じですか。そうですね。ライン出して打ちました。ライン出しの、ライン出しの打ち方はどんな感じですか。まあ、体の正面にクラブがあるような感じで。外れないように。ライアンでめっちゃフルショット打つみたいなことはない。あんまりないですね。全部ちょっと方向で方向性を。そうですよね。だってもうこの距離だもん。すごいよ。ベタピン。これちょっとね、こっち取った方がいいんじゃないかな。私バンカーまで来てるんじゃないかな。あ、マジで。多分。ごめんなさい。なんかあんなよくわかんない。あ、全然。多分本当にね、ちょっと大きすぎた。もうそこにあります。残ってるんじゃない？あ、残ってるわ。よかった。お、いいじゃん。はい。すごい。すごいよね、もう。近い。僕56度で。右の枯葉10センチ。あ、でも。お、ナイス。ナイスです。この鉢で、そんな見ない。切れちゃった、うん、あ、結構いくね。転がって、転がって、おお、オッケバーディー。バーディーです。セブンアンダー。ありがとうございます。
バーディーってあんな簡単に取れるものなんですね。すごいんだよな、本当に。じゃね、後ろから見た方がいいですね。すごい。なんか、やっぱショットしないっていうのが。ガシガシあの音よ。ね、ガシガシ。そうだよ、ライン出ししたあの音だ。あの音、すごいんだよな。そうです。球筋が速すぎて見えないんだよ。ナイスー。めっちゃいいとこ。めっちゃいいとこ。ありがとうございます。ちょっと引っ掛けちゃったんで70点ぐらいですね。今ので引っ掛けなんです。ちなみにフェードとドローの内掛けは何でしてますか？スタンスですかね。スタンスをちょっとオープンにすれば、クローズにすれば。もうそれ以外は変えない。ここは変えないです。そのスタンスに沿って打つだけです。みたいです。スタンスに沿ってできるかな。スライスか、まあ、先は広いです。先は広いんで内緒。あ、でもいいとこじゃないですか。ジュンちゃん先打つね。え、どこに打ってましたっけ？真ん中、ちょっと左目がいい。はい、このバンカーに向かって、はい、あの、あれ？なんかね、右目だとセカンド打ちに行くなっちゃうかな。ナイスショー。ナイスです。おー、オッケー。ナイスショー。プロ今我慢したんですけど。できてました。いい感じに触れてます。あ、今のでいい。はい。頑張って。フェイスバックを伸びないように。一番練習するクラブは何番ですか？8番やんすかね。8番なんだ。8番。一番使うからですか？一番使うのと一番やっぱり中間らへんなんで。スイングとか固めやすいですよね。毎日練習します。毎日、大体毎日してます。どれぐらい打つんですか？でも150ぐらいですね。あんまでも打ちすぎも良くないのかも。なんかあんまり打っても変わんないんで。変わんないの？それよりなんかちょっとなんかチェックポイントを練習するぐらいの方が集中してできる。おっしゃってたなんかリズムとか、はい、そういう方が大事。そうですね、そういうのが大事だと思います。トレーニングとかするんですか？トレーニングしますね。まあ週2回やってるんですけど、下半身と上半身を1回ずつみたいな。下半身は太ももとか、太ももとか、尻とか、はい。腕とかはあんまやらない。腕はあんまりやらないですね。背筋と腹筋だったらどっちがやった方がいいですか？ああ、
両方やった方がいい。実は13番リンゴルフチームが負けると勝負がついてしまうことになります。それに切り替えましょう、テーマを。もうぜひぜひもうじゃんじゃんバーディーを取っていただいて、勝負は別にして。最高ですねこれね。最高。やっぱ赤 T がなきゃダメかもね。赤 T でギリギリ、赤 T でギリギリかも。おじさん疲れて全然後半 T ショット真ん中行ってないです、すいません。バンウッド赤 T で。180ヤード、5番ユーティリティ。あ、ゾコボじゃない。大丈夫、左サービス。うまく打ちきれなかったな。うまく。ちんちゃなのかな。そうね。157。得意の。これは失敗ですね。40点ぐらいです。40点。何が起きたんですか。球が浮いてたんで、はい、捕まるかな。うん。ただそのまま行っちゃった。2バーと抜けちゃいました。二人とも間近で乙女のように今平子のショットを見入ってましたけど。こんな近くでゴルフ、多分もう一生できないから、もうそうだよ。近くで見ておかないと思って。めっちゃ近かったね。めっちゃ近かった。その影響はやっぱあります、ね。ちょっとやっぱ緊張しますよ。やっぱそうですよね。なんかちょっと近いと。今日撮ってたから絶対二人のパワーが。気になって。気になって。一挙一動が全部気になる。見てみる。いやどう。ちなみに左足下がりで打つときは何を気をつけないの。左足下がり。さっき私たちウッドだったんですよ。左足下がり。ボールちょっと右に置きます、ね。そうするとちゃんとボールに当たりやすい。ちょっと左打っちゃうと手前打っちゃうんで、うん、右置いて。右置くだけ。はい、右置いてちょっと左足体重。打っちゃう。はい、うん。あんまり球上げようとしないで、うんうん、傾斜なりに打つといいと思います。ありがとうございます。勉強になりますね。あ、でかい。でかい。うん、まあ、ちょっと大きいや。です。上げてきた。ゴー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 。惜しいよ、なんか雰囲気は出てたね。ゆいちゃんのでどれぐらい入る。結構残ってる。マジか。じゃあ、はい、わかりました。上りだからちょっと強めでもいいかも。はい。右出ちゃった。全然ダメ。全然ダメです。
ナイスパー。ありがとうございます。ナイスパーです。これちなみに今のパットはちょっと入りそうな、はいはい、ちょっと上りだったんで、はい、上りのフックなんて結構いいラインだったんですけど。結構好きなラインですか。そうですね、はいはいはい、ちょっと惜しかったです。あ、切れた。あんまり切れた。結構切れた。来た。来た。ナイス。はい、ナイス。ナイス。打てたね、今。なんとか負けは。ようやくちゃんと打てた、ね。なんとか負けを。ようやくちゃんと打てました。負けをなんかとりあえず、次はイーブンドーム。ナイスパットです。ありがとうございます。ようやく13、4番ぐらいですよ。ようやく今のは何点ですか。私もブロック皆さんご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。